皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。みんです。マインクラフト実況プレイ、今回は前回見つけたスケルトンスポナーまで道をつないだり、まあ、この先のねレールがどこにつながっているのか分かりやすくしていこうと思います。ということで早速なんですけど、前回見つけたところにつながる道、確かね高さが37とかだったんだよね。こっち側にまっすぐ道をつないでいけばぶち当たるはずなので、まっすぐねやっていきましょう。まあ、ここは落ちてもすぐに多分登ってこられるけど怖いね。びっくりした。何やばい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 、待って、危ないって、怖っ、死んじゃうって。一応食事をしまして、でこれをねこれに変えれば大丈夫だとは思うんだけど、赤い森が近いからさ、ちょっと一応金のヘルメットしておきましょう。気をつけないとまずいね。お、たどり着いたね。そしてガストがあそこにいますね。さすがにバレたらまずい。やばい、近い、怖すぎる。あ、ぶつからない。あ、ちょっと待って、今日はエイムが悪いわ。近すぎ。でも火薬落としてくれた、ガストの涙は落としてくれてない。おー、かわいいね君たち。クラゲみたい、めっちゃかわいい。ちょっとここの先に行けばあると思うので、高さが32ってことはもう少し掘って上がっていけばあるかな。高さが37なので、ここに来ればもうまっすぐ掘っていったらあるはずなんだけど、ちょっとこのまんまでまっすぐ掘っていきましょうか。やだ、クォーツもねゲットしよう。ここはまさかの床がない。ちょっとつないでまだまだまっすぐ行ってみましょう。まあ、このくらいだったら、あったー、あそこか。またレールをつないでいくっていうのもできそうだけどね。よし、到着。一旦ここら辺は危ないので周りから見えないようにしようかな。 OK、 こんな感じにしておけば大丈夫じゃないかな。そしたらここがどこか分かりやすいように、あっち側か。駅にするんだとしたら骨ブロックをねあっちの分かりやすいところに置いていきたいと思います。よし、そしたらさ、ここら辺をこうやって骨ブロックを置いて、で分かりやすいように入り口をつけていきます。あ、待って、これで骨が足りない。骨ブロックは骨粉をブロックにすることで骨ブロックになります。そしたらこれをこうすることでスケルトンスポナーに行くっていうのが分かりやすいかな。ちょっとレールをねつなぎたいけど、レールがもしかしたら足りないかもだから、またそれは改めて大改装をするときに取っておいて、そしたら次は桜の方に向かうレールをちょっといじくっていきたいなと思います。よし、ここなんですけど、ここにね桜の木が生えてたらとても分かりやすいんじゃないかなと思ってるから、ここら辺を一体整地して桜の木を植えましょう。よし、ではここに桜の苗木を植えて、あとは骨粉、ちょっと骨粉足りなさそうかな。いきます、これで。うわー、無理か、無理だ。え、これ明るさ足りないからとかってある？全部骨粉にしちゃったけど、ちょっとここら辺に明るさが必要かもしれないからちゃんと明るくしておいて、もうちょっと天井をバーッと大きくしていこう。ちょっとやってみましょう。うわ、来た、オッケー。あー、やっぱり桜大きいからさ幅が必要だったんだね。そしたらちょっとこの辺の穴ぼこ埋めていって、ここの周りの部分も綺麗にしていきたいね。やば危なすぎる。こういうこともあるから本当気をつけないとだよね。木が燃えちゃうから。あ、ちょっと待って、危ない、待って、ダメ、ちょっと待って、火が、ちょっと待って、ダメ、マジでダメ。鎮火した、ふざけんなって。頑張って植えてんだから。ちょっと燃えなかったよね、全部大丈夫だよね。で、ここのね土台部分っていうのかな、木が埋まってる場所、ここの周りを
土にするか苔にするかをしていきたいんですよね。これ土に変えてみて苔を植えて骨粉をすることでどうなる？苔になる。ネザーでもこれは適用されるんだったら、ここをね全部土に変えて苔一色にしていきます。よし、もう1回振る。うわいいね。ちょっと2回振っちゃったけど、ここら辺も綺麗な緑に変えていきます。まあ、もちろんだけどネザーラックは変わらないのか。そっか、それはそれでちょっと残念な気がするんだけど、まあでもね、この辺の草とかも回収して、あとはそしたらこの辺の下にですね、ちょっとグローストーンを埋めていきたいので、これを埋めて、でその上にこの苔のカーペット、これを敷いていきましょう。そうすることでかなり明るくなるはずだから、こっちの影とかもね明るくしていくと。うわいいね。でこの木の真横にすることで下からのライトアップが狙える。いいんじゃない。よし、こんな感じでどうでしょうか。ちょっと見てみようか。せーの、はい。うわいい感じ。桜めっちゃ綺麗だし、何この画角超いい。バランスいいのか悪いのかは全然わからないですけれども、めちゃくちゃいい。ここ素晴らしい、ネザーの安息の地となりますね。そしたらちょっとこの辺も綺麗にお片付けして今回は終わりにしようかな。綺麗だね、桜って。どんな場所にも桜は合う。ということで今回はネザーの中に桜の木を植えてみました。苔を使ったことで緑がすごいしっかり綺麗に反映されてるから、それが何より嬉しい。でネザーの中にもね、こうやって桜の木があることで癒しの空間になるので、まあ、一応あそこと、まあ、ちょっと骨はね微妙なんですけど、まあ、まだねたくさん骨が回収できたら骨だけでブワーって道を作るのもいいのかもしれないって思いました。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。